はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、地方でも女性起業家が月商700万以上売り上げる方法というね、テーマについてお話していきたいと思うんですけれども、今回はですね、ご出演いただいているこちらの田尻彩子先生はですね、女性起業家として実際今地方でも月商で700万以上ね売り上げている、売れっ子ね、コンサルタントの女性起業家の方なんですが、この彩子先生と一緒にですね、今日はその700万売り上げてきた、実際にこの彩子先生が辿ってきた秘訣であったりとか、女性起業家がどういうふうにして成功していけばいいのかっていうポイントをですね、お伝えできたらと思いますので、彩子さん本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで、まず早速なんですけれども、この女性起業家が月商700万売り上げるというところで、彩子さんですね、ここまでに至った経緯とかですね、これから起業していきたいとか、すでに起業している方がどういうふうにしてこれからまず売り上げを上げていけばいいのかとかっていう話をちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まず最初に彩子さんが大事だと思うポイントっていうのはどういうあたりですかね。まずですね、その第一歩は、オンラインの可能性に目を向けるところからだと思うんですよ。オンラインの可能性に目を向ける。そうですね。私自身が実は、今って結局その集客も、あとはスクールやってるんですけど、そのスクールもほぼオンラインなんですよね。なるほどですね。オンラインでやってるんですけど、もともとはオンラインの世界ってすごい苦手意識があった方なんです、私自身が。そうなんですね。じゃああんまり機械とかもどっちかって得意ってわけではなくてみたいな。めちゃくちゃ不得意ですね、未だに。何て言うんですかね、結構この動画見てくださってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、オンライン怖いよねとか、やっぱりリアルじゃないとダメだよねっていう風に、いらっしゃるんじゃないかなって思ってるんですよね。多いですよね。こっち側だったんですよ、実は。そうだったんですね。今バンバンね、このズームとかね、オンライン使いこなされてるんで、ちょっと意外だったというか。そうなんですよね。今いわゆる地方に住んでると、福岡県なんですけど、その中で北九州市っていうところの割と田舎の方に住んでるんですよね。北九州市。こう言ったら田んぼみたいな。田んぼ。ところに住んでる中で、そもそも、集客しようっていうのが無理があるんですよ。住んでる地域だけでですね、リアルの世界もいいんですけど、そこにオンラインを持ってきて、で、結局もう認知を広げないと収益を上げることっていうのは、まずその第一歩として難しいんじゃないかなと。認知を地域に絞らずに全国に広げていくっていうところがまず一番大事になってくると。もう圧倒的に母数が地方によると思うんですけど、少なくなる、限定されると思うんですよ。で、収益を大きくしようとしたら、都心だとしてもリアルだけだと頭が来るんじゃないかなと思います、そうですね。対面でまずそもそも来れるお客さんの数だってね、お客さんにも事情もあったりしますし、ね、やっぱあとお子さんが小さいとなかなか家開けられないから外なかなか出れないという方もね、いらっしゃったりする中で、地域に絞った集客が厳しいからこそ、そこでオンラインを使って全国の人たちに自分という存在を発信して広めていく。そうです。で、オンラインってなんか怖いイメージ、自分自身があったんですけど、ちゃんと人としてのそのつながりっていうのを保ちながらですね、やっぱりその画面の向こうにきちんと感情を持った人間がいるっていうことも忘れないで、で、一人一人大切につながる意識を持ってやれば、全然オンライン大丈夫なんですよ。もし苦手な人とかいらっしゃったら。つながりを大切にすれば、オンラインでもお客様と良好な関係を築けることが全然できるし、ってことですよね。そうです、そうです。大丈夫と。なるほどですね。実際、この彩子さんもですね、オンラインを使ってビジネスをずっとやってきたと思うんですけど、一番最初に、例えば売り上げを上げていくときに、まず、いきなりね、例えば500万とか月商700万って、いきなりドカッてやったらいかないと思うんですよね。いきなり、で、一番最初は多分10万で、10万いったら30万とかっていう、その積み重ねた上で今700万円っていうね、売り上げがあると思うんですけれども、一番最初に彩子さんがこれからゼロか売り上げ上げていくときに意識されたこととかって何かあったりしますか？やっぱり段階があると思うんですけど、まずは無料集客で売り上げを上げることですね。無料集客できちんと売り上げが上がるための、仕組みを作ることとか。なるほど。まずは無料でお客さん集めて売れる仕組みを作ること。はい。
っかり改善をして、無料集客の中でですね、SNS 使って、うん、で売れる仕組みを作ること。あ、じゃあこの無料集客をするために、はい、まずは SNS を使っていくと。はい、そうです。うんうん、お金のかからない SNS を使って、リスクのない形でやるということですね。なるほどですね。まあ、SNS って言ってもね、いろいろあると思うんですけれどもね、それこそ Twitter とか Facebook もあればね、今だったらインスタとか YouTube とか、はい、TikTok とか本当にいろんな SNS あると思うんですけど、あの、はい、集客できる人って別にアメブロ使っても集客できるし、別に Facebook ね、はい、使っても未だに集客できる人もいれば、逆に Facebook 使っても集客できない人って、はい、Facebook 使っても Twitter 使ってもアメブロ使ってもインスタ使っても集客できない人って結構できなかったりするじゃないですか。はい、で、あの、この集客できる人とできない人のそもそものこの違い、あやこさんの意見としてはどういったところがこういう違い、分かれ目だと思いますか？あ、2つ思い浮かんだんですよね。1つが、今の最新のノウハウを分かってない。あ、でも、あの、過去 3,4 年前のやり方と今とでは違うわけですよね。うん、こう新しい情報を更新してないんじゃないかなっていうのが一つ思い浮かんだ。あ、なるほどですね。確かに SNS ってね、半年前の方がもう古いって言われてる世界ですから、はい、新しい今ちゃんと集客できるやり方を常にちゃんと仕入れているのか、はい、アップデートできているのかと、はい、うんうん、はい、これ大事ですよね。でもう一つは集客の動線っていうのがきちんと頭の中で理解できてないんじゃないかなっていう。集客の動線が、はい、そもそも理解できていないと。はい。うん、なるほど。だから、まあ、集客して、まあ、教育をしっかりしてから販売するっていう、その流れがですね、うん、理解できてないんじゃないかなと。うんうん、闇雲にただ SNS をやってるんじゃないかなっていう。ああ、なるほどですね。はい、確かにね、集客闇雲にやってて、今月はたまたまお客さん集まったけど、来月は全然ね、もう5人すら集まらなかったとか、ね、でそもそもじゃあ例えばセールスとか営業するときもどのタイミングでセールすればいいのかって結構あったりするじゃないですか、マーケティングのファネル的に、はい、だけどもうお客さんが入ってきたらすぐ営業しちゃうみたいなで嫌われちゃうとか、ね、まあ、細かい話すればいろいろありますよね、この動線もね。はい、なるほど。この2つをしっかりと理解する、うんですね、うん、はい、動線理解して、で今、何の、今一番最新の情報で何の SNS が効果的、うん、確かに情報元にやるっていうのが大事じゃないでしょうか。いや、間違いないですね。この SNS の中でも、まあ実際にね、はい、実際にその先でも Facebook、Twitter、インスタとかいろいろあります。その中でもこの SNS を使うと確かに今一番集客しやすいよっていうのは一応あると、あるけど、はい、その前提としてまずは最初のやり方を学び続けて、で集客の動線をちゃんと理解する、はい、これ土台ができた上で次にどんな SNS を使っていくかっていう話になってくるっていう。今だったらどういう SNS がおすすめですか？もう圧倒的にインスタですよね。まあ、今インスタですよね。もう僕らもインスタインスタってすごい口酸っぱく言ってるぐらいなんで。チーズですもんね、これはもう数字ごとに。ですよね。仕方ない、インスタですね。うん、ですインスタってね、はい、今もう店舗向けの集客に限らず、コンサルタントの方とかね、はい、女性教官の方でもインスタでバンバン今集客できてるっていう時代になるので、はい、まあ、集客ではもうインスタグラムを使うと。そうですね。あやこさんもともとはね、インスタとか SNS を使ってコストをかけずに月30、50、100っていう形で一番最初は売り上げを上げていって、はいはいはい、そっから一気に700までいったかって言ったら、その間にも多分なんか工程ってあったんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、そっから例えば30、50、100っていうゼロから1を作ったら、その次にあのやっていくことっていうのはどういったあたりですかね、戦略として。まずはその無料集客で、はい、で大体その、まあ、制約率ですね、何人ラインアウトに集まったらいくらぐらい売り上がるっていう、こう数字が見えてきたら、うん、今度は売り上がった金額の3割、約3割を、まあ、取ってみて、それをさらにあの、まあ、集客を増やすために、まあ、投資していく、まあ、広告費だったりとか、うんうんうん、広告費をかけて、で、まあ、100万のうち例えば25万を広告に当てて、でまた100人集めて、そこから売り上げていく、でまた広告費をこう大きくしていくっていう流れですね。なるほどですね。確かにね、うちもあの今月商で言うと、まあ、2000から3000って売り上げをあの推移してますけれども、一番最初僕自身も例えば LINE アット実際お友達数が一番最初37リストで売り上げ52万だったんですね。
で一番最初に、はい、LINE を使ったマーケティングをやった時に我々だったら100リスト、300リストで売り上げ800万でそこからそのお金の一部を使って広告をかけて、で100万広告かけました、まあ、広告費として100万をお払いすると、だいたい500人ぐらいラインアウトに自動的に入ってくる。はい。で、そうしたらそこからまた500万ぐらい売り上げになる。いわゆるもう100万円が500万になって返ってくるみたいな。はい。感じですよね。もうお金入れたら、1万入れたら5万円になって返ってくるみたいな、もう自動販売機みたいなもんなんですよね、広告って。そうですね。仕組みさえ出来上がっていれば。うん。これが出来上がってないのに、投資すると、ただただこうギャンブルに近いというか、払っていくら返ってくるかわからないっていうことに。なのでそうですよね、はい、ちゃんと50人ライアントに集まったら例えば50万売り上げが上がるのかどうなのかっていうのを無料集客で練習をして、はい、その後で広告をかけていけばもう月賞300万とか500万とか700万っていうところは結構すぐにいけるよっていう感じですよね。なるほどです。まあ、今回のですね、まあ、動画で、まあ、結論、まず一番最初はまずオンラインに目を向けていくと。地域に絞ったビジネスだと売上にアッパーが決まってしまうから、まず地方であったとしてもオンラインで自分をまず認知してインスタグラムとか SNS で発信をしていきましょうと。はい、はい、で、今度はそんな SNS で発信してお客様を集客して、でまずはコストをかけずに売上を上げますと。はい、はい、で売上が上がったらそのうちのお金の一部を、まあ、例えばね、よくいらっしゃるんですよね、月賞50万いったらすぐバッグ買っちゃうみたいな、お金なくなっちゃったみたいな多分いらっしゃるんですけど、そうじゃなくて、まあ、使ってもいいんですが 30% 取っておくと。はい、はい、100万稼いだら30万取っておいて、それを広告費にかけていくことでどん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 楽になっていくってイメージですよね。そうですね、もう買いたかったら売れたやつで買うっていう感じですね。ちゃんと、ね、まあ、ある程度の金額は避けておいて、うん、売り終わった中でまた買えばいいっていう、買っちゃうんじゃなくて。ですよね。はい。僕投資回していくと、実際あれですよね、月賞で僕もそうだったんですけど、全くのゼロから初めて月賞100万達成した時よりも、月賞100万から月賞500万とか、それ以上いく方が楽だったんですよね、はるかに。広告費をかけていく額を上げていけばいいだけっていう感じですかね。もう本当にそうですよね。でしかも月賞で例えば30万とか50万円の時よりも月賞500万超えてきた時の方が労働時間とかはるかに短くなってたりとかするはずなんですよ。はい、うん、だからどんどん楽になっていくってイメージですよね、広告をかけていけば。はい、人に任せていったりとか、自分のやってることのうち自分じゃなくてもできることは人に任せていったりとか、ね、ゆくゆくは人に任せていくステージになっていくと、うん、はい、任せていくと。はい、ということでね、まあ、今回ですね、まあ、ちょっと彩子さんとの対談で、まあ、実際彩子さん自身も月賞でこの700万っていうのを売り上げるに至ったその経緯っていうところのですね、このプロセス的なところ、まあ、本当に有力の、まあ、内容だったと思うんですけれども、まあ、こちらぜひですね、今回の動画、皆さんもね、少しでも参考に、ね、なればすごい幸いです。はい。で、今回ですね、彩子先生の方からなんと無料プレゼントということで、下の方の概要欄にですね、彩子さんの LINE アット貼ってあります。こちらでライコさんとですね、お友達になっていただきますと、今だけ、反応開封率を上げるための LINE アット配信テンプレートというのをですね、今だけプレゼント、いただけるということですので、あやこさん、本当にこれよろしいんでしょうか。はい、ぜひ。ありがとうございます、はい。はい。ぜひね、今だけゲットできるということなので、ぜひね、あやこさん LINE アットお友達になっていただいて、プレゼントもね、ゲットしていただければと思います。はい。ということでね、今回の動画少しでも勉強になっている方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。はい、ということで彩子さん、本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。